時間を与えてくれる女性は男性にとって大きな魅力になるということです。はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日は男性に異常に好かれ、男性がこれでもかという沼ってしまう会話の仕方についてお話ししていきたいと思います。恋愛と言葉って深い関係があります。恋愛時に使う言葉は相手の脳に直接作用しますからね。だからそういった男性の心を揺さぶる言葉を使い、男性と会話したらいいわけです。すると男性は皆さんにハマるんですね。そこで今回は異様に好かれ、男性がこれでもかというほど沼ってしまう会話の仕方についてお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。リュウキさんこんにちは。はい、こんにちは。いつも素敵な女性になるための動画を拝見しています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そこで質問なんですが、男性に対して会話が上手い女性っているじゃないですか。なんかその要素だけで男性を落とす人ってすごく羨ましいと思います。私自身人と話すのは好きで、そこまで会話も下手じゃないと思っております。ただ好きな男性とか気になる人に対してこの男性を落としたいっていう意識で会話したことがなく、どうしたらいいかわからないのです。もしそういった男性を好きにさせる会話はありますでしょうか。よかったら教えてください。よろしくお願いします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね。まず恋愛で言葉が相手の脳にダイレクトに大きな影響を与える理由をお話ししてから、その後にどういう言葉を使って男性と会話したらいいかについてお話ししていきたいと思います。まず恋愛で言葉が相手の脳にダイレクトに大きな影響を与える理由についてです。人は恋愛の時に相手に自分の好意を伝えたり、相手からの好意を受け取ることで脳内でオキシトシンという物質が分泌されます。この物質は親密さや信頼関係を生み出す効果がありますが、恋愛時に使う言葉がその分泌を促進することが明らかになっています。また言葉には恋愛感情に深く関わる扁桃体という脳の領域があります。この領域には恋愛感情を支配する神経回路が存在して、恋人同士のコミュニケーションによって活性化されるんです。つまり恋愛の時に使われる言葉は恋愛感情を強くするだけではなく、恋人同士の関係を深める効果があるわけです。またミラーニューロンという神経細胞も関与しています。このミラーニューロンは相手の行動や感情を自分自身のように理解することができる神経細胞です。恋愛時に相手の言葉や行動を感じ取ることが大切ですが、その際にミラーニューロンが働き、より理解を生むことができるんです。さらに恋愛時には脳の報酬系も活性化します。相手から愛情や喜びの言葉をもらうと、ドーパミンという神経伝達物質が放出され、脳が快楽を感じるということなんです。このように言葉と脳の報酬系は密接に関係しており、恋愛においてはハッピーな気分を生む重要な要因の一つです。また何度も言葉を繰り返すことで、脳内にそれがパターン化されて、それが恋愛感情に影響を与えることが分かっています。以上のように恋愛と言葉には深い関係があるんですね。だからこそ恋愛関係で使う言葉は恋愛感情を強めて深い絆を形成することができるということなんです。言葉が脳に与える影響を理解して、恋愛時に適切な言葉を選ぶことが男性との関係をより深めるためには重要となるんですね。では次に、男性がこれでもかというほど沼ってしまう会話の仕方についてお話ししていきたいと思います。男性がこれでもかというほど沼ってしまう会話5選です。まず1つ目です。1つ目は〇〇して楽しかったになります。男性にとって女性から〇〇して楽しかったという言葉をもらうことはとても嬉しいことなんです。その理由は、男性は女性から好意的な反応を受け取ることで自己肯定感を高めることができるからです。また恋愛の中で相手とのコミュニケーションにおいて、共有した体験や楽しい思い出を言葉で共有することは、お互いをより深く理解し、より絆を深めることができます。そのため男性は女性から〇〇して楽しかったという言葉を聞くことで、相手との関係性をより深めることができると感じるんです。加えて男性が恋愛において求めるのは、一緒に楽しめる相手であるということにあります。そのため〇〇して楽しかったという言葉が出ること自体が、男性にとってポジティブなイメージを生むんです。そしてただ単に楽しかったではなく、〇〇してと、この部分を伝えることがポイントです。男性は楽しかったイメージが具体的に浮かんで、よりハッピーな気分になれるからです。だからこそ男性には〇〇して楽しかったを伝えるようにしてください。そして二つ目です。二つ目はすごいになります。男性は自分を認めてほしいという欲求をかなり持っています。女性に認められることで男性としての価値を感じますからね。
そのため女性からすごいと言われると自分に自信を持つことができて自尊心が満たされるわけです。そのためそんな女性を好意的に受け止める傾向があるんですね。また男性は競争心が強く他者と比べて優秀であることを認められることでその自己評価を高めたりもします。ですから女性がすごいということでそのようなプライドが満たされるという面もあるんです。それゆえ女性が男性に対してすごいということは男性にとって好意的な印象を与える言葉の一つになるんですね。言われた男性は認められたと感じて関係が良好になるということです。女性にそう言われると男性のパワーも上がりますからね。そして三つ目です。三つ目はあなたならできるになります。男性は自分に対して肯定的な言葉をかけられることで自信を持つことができるようになります。つまり男性はあなたならできると言われることで大きな喜びを感じるんです。脳科学的に見てもこのようなポジティブな言葉を聞くことで男性の脳はドーパミンが分泌されて感情が高揚し幸福感が得られるわけです。また脳内の前頭葉という部分が肯定的な言葉を聞くことで活性化されて自己評価が上がるとされています。さらに男性は多くの場合認められることで自信を持ちより意欲的になるといった効果もあるためできるかもという肯定的な言葉は男性にとって大きな刺激、つまりやる気の根源となるわけです。そのためあなたならできるのように男性を認めやる気を出せる言葉をかけることで男性との良好な関係を築くことができるでしょう。絶対に無理と思っていたことでも女性からそういう言葉をかけられることでもしかしたらできるかも、チャレンジしてみようかなと男性のモチベーションが上がるということです。そして4つ目です。4つ目はまだ時間あるになります。例えばデートの時に男性がまだ時間あると女性に聞いた時、まだ時間あるよというような感じです。電話の時も同様ですね。そんな時間があるという言葉が男性に好まれる理由は相手の女性が自分に対しての時間を割いていることで自分を重要視してくれていると感じるからです。男性にとって自分を大切にしてくれる女性は魅力的であり自己肯定感を高めることができるわけです。また男性は女性から時間をもらうことでもっと自分といたいんだなと感じれたり彼女を満たしているという充実感を味わうことができたりするんです。ですから男性にとって魅力的な相手になるんですね。さらに時間を共有することでお互いの価値観や興味を共有できるために二人の間の親密度が高まります。時間を与えてくれる女性は男性にとって大きな魅力になるということです。そして5つ目です。5つ目は好きになります。好きという言葉が男性に好まれる理由は自分に対して好意を寄せてくれているということが男性の自己肯定感を高めるからです。男性は自分に好意を寄せてくれる女性の存在があることで自分に価値を持てるんですね。また男性は自分の存在や行動が周囲に影響を与えるという感覚が欲しくて女性から好意を寄せられることで自分が彼女に影響を与えることができているという自信を持つことができるんです。また脳内では好意を示されることでドーパミンが分泌されて快楽を感じることができるわけです。つまり好きという言葉は男性の自己肯定感や自信を高め快楽をもたらすという報酬系の働きが背景にあるために男性に好まれる言葉ということです。あとは男性だけではなく食べ物とかファッションなど毎日の生活の中でも好きという言葉を使うことで男性は皆さんの好みがわかるので嬉しかったりします。以上が男性これでもかというほど沼ってしまう会話5000です。いかがでしょうか。まとめますとまず1つ目が〇〇して楽しかった、そして2つ目がすごい、そして3つ目があなたならできる、そして4つ目がまだ時間がある、そして5つ目が好きになります。男性がこれでもかというほど沼ってしまう会話5000、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方でご相談の方をお待ちしております。ご相談の方は YouTube、ブログ、メルマガなどでお答えさせていただきます。概要欄の方に URL を貼っておきますのでぜひご登録ください。 LINE をご登録いただきますと男性心と宇宙の法則をマスターし理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。